アッサラムアレイコム、日本人ムスリム、日本人イスラム教徒のアリ、上田でーす。はい、今日はですね、ノルウェーでの痛ましい事件に謹んで哀悼の意を表します。イスラム教の改宗者が事件を起こした、イスラム教への改宗した人、イスラム教になった人が事件を起こしたと伝えられていますが、こういったニュースを聞くと、イスラムイコール危ないのかなって思ってしまうかもしれないですよね。で、果たしてイスラムは本当に危ないのでしょうか？イスラムの聖典コーランの一節を見ていきましょう。そのため我々はイスラエルの子孫たちに次のように命じた。魂のためまたは土地の腐敗のためでない限り、人を殺す者は人類全体を殺したのと同じである。また人を救う者はその者が人類全体を救ったのと同じである。コーラン第5章第32節より。ということで、このようなコーランの章句には、人を殺めること、人を殺すこと、殺生を禁止する、ダメですよっていうことがもう本当に明確に記してありますよね。こういうことを言うと、もしかしてコーランの他の章句では人を殺めることを肯定するようなところがありましたけど、そういう意見があるかもしれないですよね。私もよく耳にします。果たしてそれは本当なのでしょうか？見ていきましょう。聖なる月が過ぎ去ったら、多神教徒をどこでも見つけて殺し、捕らえて包囲し、あらゆるところで待ち伏せをしなさい。しかし彼らが悔い改め、礼拝を守り、ザカートを捧げるのであれば、彼らを放っておけばよい。本当にアラーは寛容にして慈悲深い方であられる。コーラン第9章第5節よい。はい、ということで、確かにね、ありますよね。多神教徒をどこでも見つけては殺し、捕らえて待ち伏せをせよという非常に具体的な方法まで指示されています。で、これだけを見ると、冒頭にご紹介した、いや、人を殺すことはやっぱ絶対ダメだよ。それは人類を全体を殺すことと同じだよという証拠と相反する、全然反対のことを言ってるじゃないかと思うかもしれないですよね。これは一体どういうことなのでしょうか？実はこの章句が下った時には、イスラム軍と敵対勢力の間には戦闘中、戦時中という限定的な時期にのみ下った命令になります、啓示になります。なので、その時だけに限った軍事的な作戦の内容だったということなんですよね。つまりこの章句を実行できる人は現在においてイスラム教徒であれ誰一人いないというのが現状です。はい、なのでコーランの下った章句や時代背景や状況もよくよく考慮して理解していないと誤解を招いてしまうので、解釈には本当に注意が必要ですよね。ということで、何か起きるとイスラム過激派というキーワードが飛び交うニュースやメディアですが、実際イスラム教徒は地球上に4人に1人、20億人近くのイスラム教徒、そしてそのイスラム教徒は今世紀中には世界最大の人口になると言われています。そのイスラム教徒のほとんどが私たちと同じ普通の人間で、家族を愛し、友人を愛し、旅人に温かく接し、つつましく暮らしているという事実を今回の動画ではお伝えしたかったんです。最後までありがとうございました。で、最後にちょっとお知らせさせてください。で、何かっていうと、私たちがやってる音楽団体ですねが、トルコ文化センター東京ジャーミーというトルコの日本のモスクに併設された施設で音楽の演奏をさせていただくことになりました。こういった企画は、宗教とは関係なく、全然関係なく、イスラム教徒であってもイスラム教徒じゃなくても、みんなが来てこう文化的な交流をしているよっていうことなので、こういった痛ましいニュースが報道されるのは本当に残念なことなんですけど、日本ではこんな感じで宗教に関係なく、イスラム教徒であってもイスラム教徒じゃなくても温かい交流をしているよという事実をお伝えしました。ということで、次の動画でもお会いできるのを楽しみしてます。参拝順拝ラギー、アッサラムアレイコン。Allah, Allah, Allah, don't cry me. Allah, Allah.